ミュージック .jp でキャリア、au、ドコモ、ソフトバンクとも全部入ってるんですけど、ミュージック .jp でピースオブザワールドが配信されていますので、検索のところでですね、カズキとローマ字で入れていただければ出てくると思いますので、チャクータフルとチャクータが配信されてますので、皆さんぜひ聴いてみてください。っていうのはですね、一応、過去にコンサートをやったんですけど、その時にレイ・パーカー・ジュニアさんとかセリル・リンさんなどと一緒に歌った曲で、今回配信されてるのは「カズキ&シズク」ということで、私たち2人が歌ってるんですけど、テーマはですね、平和ということで、その過去にやったコンサートは、動物愛護とかも入ってたので、歌詞の中にいろいろ動物の名前とかも出てきたりするんですけど、そうですね、私が一番気に入っているところはですね、結構曲がいろんな感じでこう展開していくんですけど、最後に子供たちのコーラスが入っているところがあるんですね。そこは本当に聴いてもらえると、おお平和だなみたいな感じになると思うので、ぜひ聴いてみてください。